ゲームスタジオ。ゲームスタジオ。はい。トゥントゥントゥルントゥ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 ン。藤井聡太の将棋トレーニング。ファー。すく二冠獲得。アップデートだこれ。二冠先生、俺頑張ります。タイトルだけな、さすがよ。ほんと違うわ。俺は勝てるようになっておる。2級にも勝っとるんじゃ。俺は3級3級2級って買ってきたんじゃ。銀閣4級とかぬるいわ。対局を始めてください。先手7六歩、後手3四歩。先手2六歩、後手4四歩。もう定石も上がっとるんじゃ俺は。先手5八金右、後手4二銀。先手2五歩、後手3三銀。先手6八玉、後手5二金右。先手4八銀。こいつに勝ったら遊び対戦でガチ系と戦いに行く。俺は先手4六歩、負けたら出る。6四歩、先手4七銀、後手8四歩。先手7八玉、後手8五歩。先手5六銀、後手8六歩。先手同じく歩、後手6三銀。先手4八飛車、後手7四銀。先手4五歩、後手同じく歩。ぬるいわ。同じく銀、後手3二金。先手4四銀、後手同じく銀。先手同じく角、後手3三角。ぬるすぎ。われた。先手同じく角成る、後手同じく金。焦ったらしよんじゃこいつは。いやいいじゃんこれで。先手2二角、後手1二香車。先手3一角成る、後手4三角。先手7七銀、後手4四歩。あ、しまった、間違えた。馬、後手同じく角。はい。これは厳しいか。さすがに疲
かしここで腐るわけにもいかん。俺は俺頑張る。もうちょい。しかしなこれはもう無理ぞ。桂馬1個でどうしろと俺に。こんな桂馬打たれて角打たれてどうにもならんくなるやつじゃろ。いやもう そんな折りこれですわ。拠点先手3一歩なる。後手2七角なる。切るかもう。しゃ切るかこれ。どうにか攻め合いに持ち込みたいところですね。こうなったら先手6六銀。後手6二玉。先手7五銀。後手5四馬。先手7四銀。後手同じく歩。先手3二銀。後手7六馬。先手4三銀なる。後手同じく馬。差し。今のがな。馬がおったんか。馬がおらんかったらな、どうにかなかったなったかもしれんな。対局を終了します。弱っ弱っ。待てって、もう一回だけ俺にチャンスください。最後の本気でやるけん。ガジオ、いつにも負けんわ。俺にもう一回だけ来てくださいませんか。最高の将棋を見せますから。先手2六歩。後手8四歩。先手2五歩。定石ピオ。後手3二金。先手7八金。後手8五歩。先手2四歩。後手同じく歩。先手同じく飛車。本気で行くピオ。負けたら即引退スペシャル。カマ。絶対負けない将棋あるけん俺。クソヒロ流負けない将棋でいくけん。後手8二飛車。
先手2二角成る。後手同じく銀。たまし先手3二飛車成る。おいおい待てって、どうしてこうなった。こっちがそのつもりならこっちもやらさせてもらいますわ。もう先手二二九。ガジオなんかチラチラしよるけど、お前勝てると思っとんかわいに。後手7九竜。先手1二竜。俺は勝てーぞーお前知らんぞ。ミノが復活するけんこっから。先手8九歩。ぬるいわ、なりくつがぬるいわ。そもそもこの風に何の意味がある。私作りか。ガジオ、お前はもう終わりだよ。後手3九竜。先手1六玉。
玉。後手3八竜。先手3三角。後手1四銀。先手2六歩。後手2九竜。先手3一銀。後手4一金打つ。先手4二銀なし。後手同じく金右。先手4六歩。後手3七馬。先手9六歩。シャシャン。え？あ、馬かよ。馬いたのかよ。同じこと。ガジオ、お前終わりだよ、もうクソみたいな将棋だ。なんで勝ったのに終了します。引退しろ。積んだのに。トゥン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 。プライドはないのか。何が言いたいんすか。直近10曲先生。ダメだったんですか、やっぱり俺は。ああ疑問しだらけだな。居飛車ですよ俺。この辺の均衡具合がやっぱ将棋指しとるって感じがするよな、この序盤戦の。落ちとるし。なんで。っていうか6戦とかまでいっとんですけど俺マイナス。普通負けだろそんなの。暴れたんが良かったのか。おいこれ積んでるじゃねえかよバカが。ここでもう積んでるんですけど俺。本当だったら積んでた。銀逃げる金までまでじゃないんか。いや積んでるわこれ。横逃げて金3二金までじゃん。いや一応こっちには逃げることはできるんか。事実負けは。素晴らしい手ですね。よかったらしい、やっぱりこの K 跳ねが素晴らしい手ですね。からの素晴らしい手ですね。こうしたこの素晴らしい手ですね。受けよ、やっぱ俺千駄ヶ谷の受け師を継ぐ男か俺。受けに定評のある。さらにもうなんなら3枚目の金を投入するっていうこの鉄壁具合。こうな難しい手ですね。これダメらしいわ。この3枚の金ダメらしいわ。難しい手ですね。
難しい手ですね。手直しばっかじゃん。難しい手ですね。問題に挑戦。問題を作ってみました。三手詰めがありました。は？積んでるやん。まあ一目桂馬ですよね。角がいるんですね。ということは、ここでの講師は強者ですよ。この角をどうにかせんといかんのじゃないんか。何だ、見えたり竜切りですわ。ここはバッサリで金ですわ。頭にツッツッ。何だこれ、まあ、無理じゃねえか。角効いてんのこんなの3手で詰めねえよ。どう考えても。いや、わかった、これだ、正解はこれ。金のただ捨て、筆取らせて強者な。やっぱり角が効いてるから今度の3手で詰めないよ絶対。先生は何が見えてると言うんだ。あ、なるほど、これは銀ですわ。角で取らした後に、いや詰まないよこんなの絶対。どうやっても無理ですよこんなの。こんなん詰むわけないじゃないですか。はあ、もっとよく見ろ盤面を。見えたり金同歩同竜まで、なんという簡単さ。素晴らしい。なるほど、こんなただ捨ての金の先生。こんなの俺がすぐに見つけれるわけないよ。これか、これがすっと見えるのがやっぱり本物なんだろうな。もっと考えて打て。これか、でもね、よくよく見たらな、簡単に見えるな。これ打ったらまあ玉では取れん、角でも取れん、じゃあ筆取るしかないじゃん。したらそこに空いたところに竜が突っ込んでいったらもう積むことは必死。はあ、そうやな、これとか。素晴らしい。こんなん藤井先生やったらどんぐらい。1秒かからん。難しい手ですね。この局面に来た時に先生が、いやこれをせんかったがゆえにこんなぐちゃぐちゃにもうついまくっとるところでも、もうこんな車内器具を残してしまうっていう。難しい手ですね。その前に読み切ってるだろう。
俺あれ5歳ぐらい藤井先生が5歳の時より俺気力ないんやろな多分。やっぱすごいわ、うん、それまでに終わってるから。そうやな。